メリカンスタディーズプログラムでの日常生活の様子を3人の学生を通してご紹介しましょう。朝8時前、千村桃さんと新谷智也くんがそれぞれの寮を出ます。まだ静かなキャンパスを数分歩いて教室へ。この日の最初の授業は、2人ともウラメット大学のスペイン語です。ウラメット生と一緒に英語でスペイン語を学びます。矢野大輔くんの最初の授業は9時10分からなので、少し遅めに寮を出ます。千村さんと矢野くんは同じアメリカンスタディーズの授業を履修しています。映画を通してアメリカでの宗教について理解します。授業の合間のランチタイムには、気の合う友達とちょっと一息。金子カフェにはカツ丼や麺類などの日本食のメニューがあります。昼食後、新谷くんは異文化間マネージメントの授業に出席。少人数でのディスカッションが中心です。千村さんの午後の授業はASP 生とウィラメット生が半数ずつ履修する合同授業で、日本とアメリカの通貨儀礼を比較しながら学びます。この日最後の授業は3人とも TOEIC の準備科目です。 TOEIC の得点を上げるためのコツを学びます。授業の後、千村さんはワールドランゲージスタジオに向かいます。ウラメット大学で外国語を勉強する学生をサポートする場所です。千村さんはインターンとして週2回受付を担当しています。矢野くんはウラメット生の友達にフットボールを教えてもらっています。新谷くんもウラメット生の友達とラウンジで一休み。インターンの時間が終わると千村さんは宿題を始めました。新谷くんは気分転換の後図書館で勉強です。矢野くんも寮に戻ってラウンジで宿題に励みます。夕食は学生食堂のガウディで友達と一緒にワイワイ楽しく食べます。夕食後はチューターの時間です。ウラメット生のチューターが授業の補足説明をしてくれたり、宿題を手伝ってくれたりします。夜は学生がそれぞれ自分の好きなことに励む時間でもあります。矢野くんはセーラムでダンスの先生と巡り合い、個人指導を受けています。またウラメット大学のダンスチームにも加わり、一緒に踊ります。一方、新谷くんはウラメット大学のサッカークラブに参加し、サッカーを通じて多くの友達を作っています。 ASP 生の生活はキャンパス内だけにとどまりません。友達プログラムに参加してセーラム地域の家庭と交流を持つこともできます。この日、矢野くんは友達ファミリーの家でアメリカのハロウィーンを体験しました。週末はみんな思い思いにゆったりと過ごします。千村さんは寮の友達とのんびりブランチです。 ASP 生はウラメット大学コミュニティの一員として毎日忙しくも充実した生活を送っているのです。